狭間道夫さんをですね、お金を払ってここに呼んで、インザハウス、インザハウス、インザハウス、無限の彼方にインザハウス、吉尾 Vlog です。こんばんは。ではお疲れ様でございます。はい、どうぞ。お疲れです。ウイスキーロック。あれ、吉尾さん、時計は新しくない？いや、古いですよ、全然。本当？うん、いつもしてるやつ。はい、こんばんは。本日はですね、まあ、映画に関するお話なんですけれども、はい、僕はちょっと目指していることがありまして、はい、どうします？世の中の映画のレビューアーたちが、まあ、素晴らしい映画ですよ、うん、アルキメデスの対戦や、うん、まあ、ワイルドスピード、あのスーパーメガコンボプラスメランコリーとかドラゴンクエストイヤストーリーとか、うん、最新映画をことごとく見に行って、うん、そのレビューをしている中、うん、僕はやらなくてはいけない仕事があるんで す、はい、ですか。僕が目指していることがあるんです。今日は聞いてないって、はい、何ですか。僕はですね、 YouTube の中で、はい、スターローン、あ、はいはい、スターローンに特化した映画レビューアーになりたいんです。いいですね、それ、はい、大好きだから。シルベスタースタローン、まあ、御年も今73歳ぐらいですか、2歳かな、3歳ぐらいなんですけども、はい、まあ、お年はあんまりもう気にしたくないんですが、ね、はい、1976年にロッキーと出会い、うん、まあ、43年間ですよ、うん、日数に合わせると360日かけるとですね、15480日、お、はい、43年間は15480日です。15480日を秒に合わすと371520秒、371520秒、一時もですね、ちょっと待ってください、はい、そしたらあなた43歳、じゃない、2歳ぐらいの時から、いや、もう、いや、生まれた時にですね、はい、お母ちゃんの、お母ちゃんの、そう、1976年にあのロッキー1が公開される、合ってるかどうか分からない、多分確かそう、76年で、お母ちゃんの、まあ、お腹から生まれた瞬間にですね、うん、僕が初めて目にしたのは母親の顔ではなく、はいはい、ロッキーの画面だったんですなので、腹切ってバーンって出てきて、そう、バーンって出た瞬間にロッキーのスターローン の、 あのエイドリアンを呼ぶ姿を見たから、俺はスターローンが大好きになったっていう、ね、逸話があるんですよ。なので本日はシルベスタスタロン、まあ、YouTube をシルベスタスタロンに特化させて、うん、これから先いろんなですね、過去にもロックアップとかいろんな作品やってますけども、本当はクリフハンガーのレビューをしようと思ったんですけども、ちょっとあまりにも思い出すことが、そんなにあれかなと、内容は、ね、うん、そんなにあれかなと思って、ね、なので本日はスターロン好きの方がもう大好きなですね、ちょっとびっくりするニュースです。多分知らないと思うので言っちゃっていいですか、知らないと思うんですよ。古い話、いや、新しい話、今もう2日前ぐらいのニュースです。はい、行きますよ。シルベスター・スタローン、うん、なんとですね、ロッキー7は移民問題がテーマと明かしたんです。ちょっと待ってね、はい、ロッキー7です。冗談ニュースじゃないんですか。冗談ニュース、ロッキーファイナルで完結してる6作目、ね、はい、ロッキー7というのはこの後に作られるロッキー作品の話なんです。本当の話ですか。本当の話です。はい、移民問題、じゃあちょっと詳しくお話しさせていただきますと、まずですね、映画 .com ニュースでこれシルベスター・スタローンのこのニュースを知ったんですけども、はいはい、ロッキー7をシルベスター・スタローンが準備していることを明かしました。取材の状態でコメントに答えてます。はい、スタローン主演脚本のロッキーはシリーズ第6作ロッキー・ザ・ファイナル6巻目で完結してるんです。でその後スピンオフとなるクリードチャンプを継ぐ男2015年、クリード炎の宿敵2018年が作られており、これらの作品でスターローンは主人公のアドニス・クリードをサポートするロッキー役として出演する一方、制作総指揮を務めてきたんです。米バラエティのインタビューでスターローンはロッキーの、これもう一つあるんですよ、ロッキーの前日談を描くテレビドラマ、それも作ろうとしています。ロッキーの前日談を描くテレビドラマと並行してロッキーの新作映画を準備していることを告白。具体的にはクリード炎の宿敵以降の、ね、あのローロッキースターローンです。はい、クリード炎の宿敵ってことは2作目の以降の、はい、あ、2作目以降のロッキーを主人公にしており、うん、今回は不法移民の若者を支援するストーリーだという、あ、はい、
内容としては軽くですよ、軽くですよ、軽くお話触りだけ、はい、ロッキーは妹に会うためにこの国にやってきた、うん、はい、うん、怒りに満ちた若者と出会う、うんうん、彼を自分の生活に招き入れたことから、うん、ロッキーの冒険が始まることになる、すげえ面白い、はい、最終的には2人にはメキシコに行くことになる、とてもとてもタイムリーな映画だとスターローン本人がコメント、はい、トランプに、そうです、不法移民といえばトランプ大統領がメキシコとの国境に壁を建設すると宣言して以来アメリカ社会を分断するトピックになっている、このトピックに戦うがとごとくロッキー7の実現の可能性について聞いたんですよ、スターローンにね、ロッキー7の可能性について聞くとスターローンは連中は明日にでも作ってほしいと言っている、はい、クリードのシリーズと並行してロッキーも継続することになりそうだと述べているんです。あ、そう、はい、なのでこのロッキー7はですね、まあ実現しますよね。する、はい、大丈夫、大丈夫です、まあスタローが生きてる限り。でこのスタローはなんとですね、ドルフ・ラングレン、はいはい、あのロッキー4で戦ったドルフ・ラングレンとめちゃめちゃ仲が良く、ドルフ・ラングレンを主人公にしたテレビドラマをスタローン制作総指揮で作ります。うん、スタローは出ないんですか。もしかしたら出るかもしれないよね。でも出てほしいけど、でないと 見る気が。でもね、スターローンの考える作品というのは素晴らしいんですよ。うん、なので、まあ、うん、スターローンがさ、ボス役で、ドルフ・ラングネで、ドルフ・ラングネの役柄は、一人スワットです。一人だ。一人スワット。はい。人質の交渉ともこなす、一人スワット。はい。そんな作品を用意してるみたいです。で、このドルフ・ラングネは、なんとですね、クリード3に出演も、熱望してるんだって。なのであのちょっとここでクリードのお話をちょっとさせていただきたいんですけども、あのクリード2ですよ、1はちょっと置いといて、1はちょっと置いといて、うん、いいですよ、 1はいいの、1の音楽とかで流されたから、俺は1が、まあ、ロッキーに対しても、ね、ロッキーファンからしてみたらちょっと違うんだけども、うん、言ってましたよ、僕の友達のロッキー好きな人はロッキーのクリードを見た時に、え、なんでこれ、何あれっていう話を僕にさせていただいたんだけど、俺は一応まあ新たな世代交代としてクリードを見たときに、これは楽しもうってロッキーも出てるんで思ったんです。ただクリード2を見たときにあの扱いはないよ、うん、どんな例えば映画を作るにあたってすごい大変なことがあろうとも、あの内容はない。まず一発目がドルフ・ラングレンとあの息子に光が当たる、一発も当たらないことが俺は許せないんです。悪い光しか、悪い光からのね、あの映画が終わることによってそのストーリーの中でドルフ・ラングレンとそのあの息子ね、あの2人がです、そのなんだっけ、ドルフ・ラングレン役は、役柄なんだっけ、ドラゴですよ、アポロってしちゃった、ドラゴ、うん、ドラゴとあの息子がもしその見てる側 の、 あの観客の奥さんもいたじゃない、いたね、あのロッキー4で最後に2人の男は殺し合った、その殺し合いによって戦争をしなくても2人の男が殺し合うだけで皆が仲良くなれるってことをリング上で叫んだにもかかわらず、なんでそのまま恨み続ける今があるのかっていう、ゴルバチョフまで手叩いて吐くか、全てがロッキー側、あのロッキー側の描写もさ、ロッキーは例えばさ、ドラゴが恨んでたとしても受け入れてほしいんですよ。だけどもあのレストランにね、ドラゴの写真がない、ドラゴに対して野良犬だっていう発言はロッキーの口からは言わないよ、お前かっていう、そう、あんだお前かみたいなこと言わない、言わない言わない、どんなことがあってもですね、よく来てくれたなって、そうそうそう、あの、まあ、口数少ない中の男の目と目の、そう、今度は俺たちは戦わないけど息子とアポロが戦う、アポロじゃなくてあのアドニスが戦うと、その試合をお互いにぶつけ合って、まあ、ここでまた一つの殺し合いがあるわけだけど、それをゆっくり見守る2人でいてほしかったのにもかかわらず、それだったら余計、ね、あれ余計とかです、うん、それだったら感動したんだよ、でしょ、絶対に、うん、ただまあこれはさ、多分どうなんですかね、あの最高っていう人もいるじゃない、今年のベスト10に入ってるんですから、そうだ、ね、やっぱクリード2が、なので見方によって俺はこういうふうに見てしまったんだけど、それを最高の映画の中に入れてる人たちに文句は言わないから、うん、あのディスライクは押さないでくださいね、うん、でもそう、本当そう、だ良い感じで見てる人たちはその作品に対してすごい良い部分があったから、そうなの、だからその、うん、何も知らないで普通に見たら良い作品だったらすごい楽しめて良かった、うんうんうん、ただ俺らは ロッキーというので歩んできちゃってる、人生生きてきちゃってるから、うん、ロッキーってこういう人じゃないっていうのが分かっちゃってるから、あそこは違うもんね、絶対違うもん、ね、あのシルベスター・スタローンの映画って、例えばじゃあクリフハンガーはね、スタローンの映画として見に行ってる、うん、ランボーは
ジョン・ランボーとして見に行って、そう、その通り、ね、ロッキーは、ロッキー・バルボアとして見に行くんですよ。そうなんです。なのでロッキー・バルボア、ロッキー・スタローンがいてロッキーがあって、スタローンの映画だから見に行くんではなくて、ロッキー・バルボアに会いに行くの。そうなんです。だクリードもロッキー・バルボアに会いに行く。ランボー作品はジョン・ランボーを見に行ってるんです。なのでクリード2はもうちょっと心にこう響く何かがね、俺初めてロックのクリードのロッキー・スタローの作品で感動しなかったんだよね。全く同じだね、うん、意見は全く同じです。僕は本当に同じです。あの残念でしょうがないというか、いやだって覆しちゃったんだもん、ロッキーっていう人間は。そうなの、そうなの。だから今回の俺はこのロッキー7を作る、でスタローどこまで考えてるか分かんないけど、うん、ロッキー7をクリードと外れて作るっていうことは、ロッキーの主人公にした、ロッキーっていうタイトルだね。今回のロッキー7なわけで、移民が入ってくるその男性を鍛え上げてこのメキシコに行くわけじゃない、うん、だけどもロッキーが主人公の映画だから、うん、スタローンは自分の形で作ると思うんですよ。そうだよね、ロッキーとしてね。なのですごい期待してます。本当楽しみだよね。だって自分だってスタローンのインタビューで書いてあったじゃない、うん、パンフレット書いてあったけど、俺はロッキー・バルボアに憧れてる、ロッキー・バルボアほど優しい男、そう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 、優しくて強い男はいないってね、うん、そういうことですよ、はい。なのでロッキーシリーズ大好きな方、ロッキー7の公開日はまだ決まってませんけども、ちなみにランボー5の、はいはい、上映も日本だけ決まってないですけど、そう、どうした？後なんですよ、多分来年になるのかなって感じはします。なんか揉めてる。いや遅いんだよ日本に入ってくる映画ってだって同時っていう時もない。同時公開はマーベル系とかすごい作品のお金をいっぱいドーンって出すよ。ランボーだよ。ランボーはすごいんだけども、そこまでですね、そこまでじゃないんですよ。そう、ランボーを待ってるのはまあ僕たちみたいな2人ぐらいそう、あとエゼルさんとかさ3人ぐらい、うん、なのでね、まあロッキー好きな方、スタロン好きな方、ランボー好きな方、あのロッキーセブンですね。いや本当今日びっくりしました、ロッキーセブン。スーパー嬉しい日です。しかも内容がね、すごくいいじゃない。内容は素晴らしい。その今のトランプのさ、うん、まあ問題、その時代の問題にそういうのに乗っかって映画を撮るというと、もっと重く作ってる映画もありますよ。それをね、ただスタローンはもう直球。そう、スタローン節でね、うん。そう、トランプが壁を作りました。ね、移民が来た。それはその問題をもうそのまんま取り入れてるんで分かりやすい。分かりやすい。はい、最高じゃないですか。もう分かりやすい映画が最高ですよ。例えば。そういろんな考案をすることも、ね、楽しいですよ。考案でもロッキーの作品を見るときはもう考案なんかいらないんですよ。考案とか思考とかさ、その例えば映画をレビューするときにその考えをこれはこういうふうに表してるんだってことはいらない。もうロッキーをロッキーバルボアを見に行くだけなんですよ。そうすると、うん、その中でいろいろ考案しちゃうんだから勝手に。そう、完全に撮ると後からすごい出てきた。だからすごいことですよ。だから映画の作品、素晴らしい作品いろいろあるじゃないですか。例えばさ、じゃあ万引き家族とかさ、ね、万引き家族考案する人もいるでしょ。考案しまくる映画らしいじゃない、うん、だし、あと、まあ、俺はそんなに好きじゃないんですけどね、万引き家族ね。ただいろんな作品があって、その映画に対してこれはこういうふうに考えてるんだろう、こういう描写なんだろうっていうのをいろいろ想像して個々に意見があって、そういうのも面白いんだけども、スタローンの映画っていうのは直球ですごいと思わない？だって考えなくていいんですから、その映画で起こってるシーンを直接俺たちの脳で楽しむことができるんですよ。そもそも映画ってそういうものじゃないです。そもそも映画ってそういうものです。昔はそういうものなんです。それが変にですね、こう思考をする、考えるってことになると頭を使うし、最高な経験だと思うんだけども、一番のエンターテインメントっていうのは見た後にその直球で目に飛び込んでくる映像をそのまま楽しむことができるのがエンターテインメント映画っていうことなんですよ、はい。でもさ、ちょっと思ったんだけど、ロッキーもそうじゃん。俺はあのヒチコック好きって言ってるでしょ。ヒチコックもそうなんだよ。そうですよ。直球は全部見ていて、うん、こね、見て単純にこう、うん、誰犯人があって何とかでどんどんなって基本的にあってって見ていくだけですごい、うん、そう、だから直球なんだよ。いつからそんなに考えなきゃいけないことになったのかっていう、わかんないですけど、うん、だまあこれは本当にしょうがない時代の流れだと思うんだけども、ただ本当に一つ考えてほしいのが、見た後素直にその作品を見て
楽しんだって目で見るわけじゃない映画って、映像なわけだからね、その映像を見て直球で飛び込んでみたものをそのまま楽しめる、それが素直に楽しめるのはやっぱりねシルベスタ・スタローンの作品なんですよ ね、うん、だから僕はですねこの YouTube スタローンに特化していきたいと思います。もちろん嬉しいです、はい、もちろん、まあ、もちろん映画最新レビューだとか予告紹介とかいろんな映画やるんですけども、スタローンが出た時には人一倍気持ちを込めて、はい、なんか裸でやるとかさ、いやそれはできないですだから僕が言う37万1520秒、はいはいはい、43年間ですね、あのスタローンのことを一時も考えなかったことがないぐらい、寝てる時もですよ、夢の中でもトイレに入ってる時お風呂の中の時運転してる時飛び事合ってる時、ね、エッチをしてる時もですね、シルベスタ・スタローンのことだけを考えても、そういうことですよ、相手の女性に失礼ですよね、わかんない、でもスタローンのことどっかで考えてるかもしれないですよ、うん、スタローンを見ながら何するって、あちょっと待って、カットです、いやカットダメ、いやカットしないけど、うん、そういうことですか、スタローンを見ながらオナニーはしないですよね、そういうことじゃなくてエッチしてるスタローンを考えてて同じことじゃない、いや違うんですよ、それは違うんですよ、それは違う、それは違うんですよ、別問題、それは不快です、不快な話ですはい、それでは今回はこのくらいで終了させていただこうと思います、スタローン、はい、本当に本当に嬉しい、ロッキー7、うん、それではですね、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。またシルベスター・スタローンの方が好きな方はですね、今間違えた、シルベスター・スタローンの方、シルベスター・スタローンのことが好きな方はですね、ぜひ、はい、まあもう本当にチャンネル登録のボタンをもう押してしまってください。そうすることによってシルベスター・スタローンのニュースだとかそういったもの、また皆さんが僕よりも詳しく知ってることを僕にですね、うん、教えてほしい、それがスタローンと共に生きていくこの人生なんですよ。そう、会いたいね、会いたいです。だからこの画面の前のですね、何かそういう特権がある方、すごい力の持ち主で、そういうシルベスター様と会える、実現することができる方、できればですね、会わせていただきたい。そしていつかあのスタローンの声優さんの、狭間道夫さん、狭間道夫さんをですね、お金を払ってここに呼んで、一緒にですね、スタローンだらけに特化したライブ配信をやってみたい。スタローンは呼べないのかい？スタローンは呼べません。でも狭間道夫さんが呼べるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないん で、ね、まあ呼びたいですよね。呼びても呼べないんじゃないですか。呼べません。呼べないよ、だってな1分何いくらの人だよね、うん、だからもう呼んだら俺の人生が破産する、だから5秒で死ぬんです俺が。そういうことになるんで呼べないです。どうしよう、ラスベガス行ってパッキャーの試合見に行けスタローン暇な時来てからな。だからその周りのボディーガードにやられますよ。大丈夫、それは大丈夫ではお疲れ様でした。シルベスターのロッキー7、はい、楽しみに、また新しい情報があればご紹介させていただこうと思います。お疲れ様でした。